皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではトライクに関するお役に立つ情報をお届けしますので、最後までお付き合いください。皆さん、ごく普通の直線が多くある道は大したことはないが、ツーリング先で偶然会う峠道を走行するのが得意じゃないというトライクオーナーさんや、トライクを買ったはいいがどうもうまく乗れていないと感じている方、これからトライクに乗ろうと考えている予備軍の方たちのお役に立てればと、ここまでのトライ&エラーを繰り返してたどり着いた乗り方を紹介します。トライクが国内ブームになりだしてから、車やバイクの乗り方というものについてはいろいろなテクニック本が出ているわけですが、このトライクに関しては自分が知る限りでは見たことがありません。当然自分もいわゆる自己流ではあるわけですが、現在に至るまでいろいろな道を走ってきた中で経験してきた乗り方を紹介したいと思います。これが現在トライクに所有している人や、これからトライクに乗ろうと思っている人のお役に立てれば幸いです。ちなみにトライクも最近はいろいろな種類が出てきていますが、あくまでもそれらすべてに乗ったことがないので、すべてに類似しているものとは無関係に、ここでは自分が持っているバイクの後輪を二輪に改造したタイプのものに限定したいと思います。また改造ロングフォーク化やトリプルツリーの角度調整等によってコーナリング性能を高めることもできますが、ここではそれら改造による向上化とは別に、乗り方によって改善できる方法を話したいと思います。まずは一番の難関であるコーナリングですが、トライクに乗ってるとよく聞かれるのが、どうやって曲がるの？という質問ですね。それほど乗ったことのない人にとっては馴染みがなく、いざ自分が初めてトライクに乗った時も一番躊躇したところだということです。要は十分にスピードを落としてハンドルを切って曲がればいいのですが、日々の道路では交通のパターンというものがあるので、あまり必要以上にスピードを落としていると後ろから緊縮を買ってしまうことがあります。それとバイクのようにトライクを傾けて曲がることが困難なため、遠心力の影響を強くもらい、体がカーブの外側に振られてしまい、乗り物に振り回されているみたいでいいものではないと感じたことがあります。とは言ってもバイクほどではないですが、トライクでもカーブをいい感じに曲がることは十分できて、うまく曲がれるといい気分になります。一種のトライク乗りとして思いのまま乗るためにも、乗りこなしの技術は必要であると思います。ここから僕の経験上での乗り方の改善できる方法を話したいと思います。カーブに進入するときにアウトインアウトを基本にしています。車体を倒して曲がることを前提として作られているバイクを三輪に改造しているということから、言うまでもなく曲がりにくいということ。普通にコーナーに入り込むと遠心力で外側に広がってしまい、下手をすると対向車と正面衝突するか、ガードレールに突っ込む可能性があるということ。そうした場合にカーブをできる範囲で広く使い、焦らずに曲がることを心がけています。次にコーナー進入の時に十分にスピードダウンを行っています。無論のことなのですが、ここで一つコツがあります。スピードダウンの場合のブレーキングですが、後輪と比較すると前輪を効かせたブレーキングに気を配っています。前輪の制動力を上達させることで、車体にかかった重さが前輪のネック部分に行き、左右に切れ込みやすくなり、ハンドル操作が楽になる点です。ただしここで欠かせない重要なポイントがあります。大きくハンドルを切った感じで体をコーナーの内側に移ってしまうので、ハンドルでのアクセル調整やブレーキング調整が難しくなります。その中でも先の隠れているカーブでの突発的な出来事、カーブ出口での大混雑や落石等の回避に対しての処置のハードルが高いと思われます。そうした場合にコーナリングの中でもこれらのハプニングに対応できるように、いつでも後輪のブレーキには意識を残しておくことです。
また、コーナー進入時にスピードダウンして聞かせられるようにしておくことです。自分も何回かカーブの先のアクシデントに遭遇したことがありますが、一瞬にアクセルを緩め後輪ブレーキを効かせて減速を行うことで体勢を戻して何とか回避することができました。つまりこれに関する行動としてまとめると、カーブの手前で前輪ブレーキをしっかり効かせ、同時にスピードダウンしアウトから進入、減速することで前方に G がかかるので体を傾けつつハンドルを切ると、同時にコーナー内側に体重移動し車体をイン側に寄せる、後輪が影響を及ぼして車体は常時まっすぐに戻ろうとするので、ここは一生懸命ハンドルを切り続けつつ、コーナーの先のアクシデントにも対処するために意識を残しておくことです。そこから先は練習あるのみだと思います。ステップアップすればスムーズにコーナーを解決できるようになると思います。上りより下りの方が重苦しいトライクの車重が直にかかってより曲がりづらくなってしまうため、この方法が効果的になると感じています。またイメージ通りに曲がることができるようになれば、トライクのフレームへのダメージ、ねじれ等を軽くすることもできます。トライクを強制的に曲がることを繰り返せば、元々のバイク部分のフレームに期待以上の負担が加わり、クラックの原因にもなりかねないです。ちなみにここで説明した乗り方は、とんでもない速さで峠を乗り切ることを意識してのものではなく、よりスムーズに曲がるためと考えます。調子に乗って事故っても一切の責任は負いかねますので、くれぐれも自己責任でお願いします。それでは皆さん、どうだったでしょうか。皆さん、楽しいトライクやバイクライフを楽しんでください。トライクが魅力あるチャンネルだとお伝えできればと思いますので、チャンネル登録、高評価、また気軽にコメントの方もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。